天神アクロス福岡店天ぷらどころ平尾は、福岡県福岡市博多区に本社を置く有限会社、平尾が運営し、福岡県内に店舗を持つ天ぷら専門店である。1977年、福岡市博多区東なる尾に開店した、河内商店及び、翌年隣接地に開店した、食堂、ドライブイン平尾を前身とする。1979年、 ドライブイン平尾を改装し、天ぷらの平尾として、天ぷら専門店に業態を変更した。2017年、屋号を天ぷらどこの平尾に改めた。天ぷらを上がった都度一品ずつ提供する、揚げ出し方式を採用している。天ぷらにご飯と味噌汁がついた定食や、天ぷら単品などを揃えている。定食は1000円以下の価格設定にすることを方針としている。 定食の提供時には、識別のために、定食の種類別に色付きの札を用い、客の食べるペースに合わせて、天ぷらが提供される。2018年開店の天神アクロス福岡店では、既存店舗との差別化を図り、限定メニューとして、鹿児島県鹿野屋市産のカンパチを使用した、カンパチ漬け丼を2019年8月まで販売していた。 客席の卓上に置かれた惣菜や漬物は客が自由に取ることができ、中でもイカの塩辛は店の名物となっている。2017年12月にはおやつカンパニーから平尾イカの塩辛味のベビースタードでかいラーメンが発売された。イカの塩辛は天ぷらが上がるまでの待ち時間にすぐに提供できるサービスとして1979年の開店以来提供されている。 当初は、イカの内臓も使用していたが、生臭さを抑えるため内臓は使わず、柚子を加えた、現在の製法に変更された。原料のスルメイカの不良とそれに伴う、卸売価格の高騰を受け、2018年4月20日から、販売用塩からの容量を2割減らし価格据え置きと、することで対応したが、同年6月6日、高騰が続き、必要量が入荷できなくなったため、 全店舗での塩からの無料提供及び販売を一時休止した。本来必要な入荷量は全店合計で1日あたり6 0 0ラム以上、内臓などを除くと4 0 0ラム休止の影響で客足は2割減少した。北海道産のスルメイカ8 0 0 0ラムを確保し、2018年9月9日から販売を再開した。店舗での提供は 10月3日開店のアクロス店に限り10月末までの期間限定で再開。長崎など近海のイカを確保できたことから11月1日以降もアクロス店での提供を継続するとともに大名店でも再開。休止から半年後の2018年12月全店で提供を再開した。2020年の新型コロナウイルス感染症流行の拡大以後は 従業員が小皿に取り分ける形で提供されている。味と価格の統一を図るため、店舗はすべて直営である。福岡市周辺の幹線道路沿いに店舗を展開する。他、2006年の天神店開店以降は都心部にも出店している。料理の提供効率と従業員の衛生管理意識を高めるため、オープンキッチン方式とし 各店30から40席程度のカウンター席を設けている。青柳製店社長は3人1組の従業員が品質と効率を保ったまま料理を提供できる客数の最大が17人であり、2組の従業員を配置した場合の34席が最適な客席数であると語っている。AB、福岡の名店、天ぷら平尾。 閉店を惜しむ声受け近隣に出店4月、大名地区に、年内には、天神にも、西日本新聞ミー、2021年6月21日、閲覧、平尾の歴史、天ぷらどころ平尾、2021年6月21日閲覧、天ぷらどころ平尾本店、1979年、創業時より、皆様に愛されておりました野望をこの度、 大名店オープンを機に、天ぷらどころ平尾に改めさせていただくことになりました。Facebook、2021年6月22日閲覧。あの店も新規参入。外食チェーンで巻き起こる、天ぷらブーム、その行方はハーバービジネス、オンライン。2021年6月21日閲覧。貫き続ける信念がある、天ぷらどころ平尾の顧客第一主義。 ネット IB ニュースデータマックス2021年6月21日閲覧今すぐ天ぷらどころ平尾に行きたくなっちゃう福岡県民のソウルフード平尾の天ぷら大特集もっと福岡を好きになるアーニーアーネ福岡放送インクルーシブ2021年6月21日閲覧 AB103 福岡のソウルフード 天ぷらの平尾がアクロス福岡にオープン。ネット IB ニュースデータマックス。2021年6月21日閲覧。ドデカイニュース。ドデカイラーメン初の4社同時コラボ。日本4エリアのご当地ソウルフード4品と夢のコラボ。株式会社おやつカンパニーのプレスリリース。PR タイムズ。2021年6月21日閲覧。 貫き続ける信念がある平尾の顧客第一主義ネット IB ニュースデータマックス2021年6月21日閲覧、福岡の人たちに愛される平尾の塩辛ファンの胃袋をつかむ信念とは福岡深堀メディアささっと読売新聞西部本社2021年6月21日閲覧、天ぷらどころ平尾本店 塩辛内容量変更のお知らせ。Facebook 2021年6月21日、閲覧。天ぷらどころ平尾本店。塩辛用スルメーカー不良のため塩辛の無料サービスと販売を一時中止とさせていただきます。Facebook 2021年6月21日、閲覧。AB、福岡のソウルフードを育てたクレーム天ぷら平尾が進む。 道無料イカ塩から完全復活へ一歩。西日本新聞ミー。2021年6月21日、閲覧。天ぷらどころ平尾本店。イカの塩から無料サービスについて。Facebook。2021年6月21日、閲覧。天ぷらどころ平尾本店。スルメイカ不良や原材料高騰により休止しておりました。無料サービスについてお知らせいたします。 Facebook 2021年6月21日閲覧ひらおのこだわり天ぷらどころひらお2021年6月21日閲覧ありがとうございます